それでは市長会見を始めます。秋元市長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日は国の緊急事態宣言が解除されてから、最初の定例の記者会見ということでございますので、冒頭まず改めて市内の感染状況などについてお話をさせていただきたいというふうに思います。昨日5月26日時点におけます市内の感染者の状況でございます。残念ながらお亡くなりになられた方、これまで43人の方がいらっしゃいます。改めてお亡くなりになりました方々のへのご冥福を心からお祈り申し上げますとともに、ご遺族に対しましてお悔やみを申し上げたいというふうに思います。現在の患者さん153人という状況でございます。一番多かった5月の4日時点でありますが、これで352人の入院患者さんがいらっしゃいますので、現状では約半分以下という状況になりましたけれども、今もまだ150人を超える方々が治療に当たられているという状況にございます。続いて感染者の濃厚接触の有無を表したグラフであります。新たな感染の状況でございますけれども、ゴールデンウィーク明けから減少をしてきてございまして、いわゆる第2波の収束局面に入ってきているという状況にございます。しかしながらここ数日のですね、やはり新たな感染者の方が確認をされておりまして、依然として油断を許さない状況かというふうに思います。最近直近の1週間の感染状況を見てまいりますと、下の方に北海道のですね、休業要請の解除する基準ということで、休業要請の解除する条件というところにつきましては、それぞれ直近の状況でクリアをしているという状況でございますけれども、国が緊急事態宣言を解除するにあたって、設けておりました目安、直近1週間のですね、感染者数の数、あるいは新規感染者数が10万人あたりの 0.5 人程度というところにつきましては、残念ながらクリアができていないという状況でございます。そういう意味では国の緊急事態宣言そのものが解除という状況になってございますけれども、北海道におきましてはこれから今後もですね、この推移ということを注視していかなければいけない状況にあるかというふうに思います。国の諮問委員会の方からもですね、今後の状況ということを報告をということで、になっておりますので、今後の感染者の推移、これをしっかり注視をしていきたいと、このように思っております。これまで市民の皆様、そして事業者の皆様にご理解ご協力をいただいて、個人の行動外出自粛のみならず、社会経済全体に大きな影響のある状況、それを伴いながらですね、新型コロナウイルスの感染拡大防止ということに努めてきたところであります。先ほど申しましたように、国の緊急事態宣言は、緊急事態という状況は宣言が解除されたというわけでありますけれども、これはこのウイルスがゼロという状況になったわけでありません。そういう意味では感染リスクが完全にゼロになった状況ではないということでありまして、今後いろいろ休業要請をしていただきました事業お店の方も徐々に開いてまいりますし、いろいろな施設がオープンをしていくということになりますと、人の動きが増加をしてまいります。そういう意味では人の移動と動きというものが出てまいりますので、潜在的な感染リスク
ということ、まあ、これらを含めますと、まあ今後もですね、再流行ということが起こらないようにしていかなければいけないという状況であります。まあ、そういう意味では、まあ、これまでは外出自粛、お店を休んでいただく、休業要請という形で、人と人との接触を、まあ、物理的な接触を軽減をするという状況をしてまいりましたけれども、今後はこれらを徐々に解除をしていきながら、一方で、この感染の防止に努めていくという、まあ、両立をさせていかなければいけない、こういう状況になってくるわけであります。まあ、そういう意味では非常に、難しい状況の中で、それぞれの市民の皆様、そして事業者の皆さんの取り組みをお願いをしていかなければいけないということであります。市民の皆様へのお願いといたしましては、新しい生活様式ということについて、これからもご協力をいただきたいというふうに思います。一人一人の基本的な感染対策、まあ、これにつきましてはこれまでもお願いをしておりますが、マスクをするだとかですね、あるいはこまめに手を洗っていただくというような基本的な感染対策ということをしっかり取っていただいた上で、まあ日常生活、3密を避けていただくでありますとか、まあ、人と人との距離を空けていただく、毎日の体温チェックをしていただくというような日常生活をしていただく上でのですね、基本的な生活様式、このことにご協力をいただいて、これからもご協力をいただいていかなければなりません。また各場面ごとの生活様式ということでは、例えば買い物などについてはですね、大人数で行くのを避けていただいて、少人数、お一人または少ない人数で計画的な短時間にお買い物していただくというようなこと、そういったことにもですね、注意をしていただきながら、場面場面で注意をしていただくということ、これを引き続きお願いをしていきたいというふうに思います。で、また働き方につきましても、緊急事態宣言が解除をされますと、感染拡大する前の生活様式、仕事の仕方ということに完全に戻るという状況ではありません。引き続きそれぞれの職場の中ではですね、ローテーション勤務でありますとか、テレワーク、こういったことで職場への人が多く集まる状況を作らないという工夫などについてもお願いをしていきたいというふうに思います。こうした生活様式の変容をしていただくことで、感染拡大の防止と、それから社会経済活動を両立をさせていくという活動をしばらく続けていかなければいけない、そのことを市民の皆様、事業者の皆さんにお願いをしていかなければいけない状況だということを改めてお願いを申し上げたいというふうに思います。国の方では、この事業者の皆様にですね、業種あるいは施設別のガイドラインというものを示してございます。札幌市の方も各業界団体あるいは観光庁が作成をしておりますガイドライン、それらを分かりやすく編集したガイドラインを改めて市のホームページの方に掲示をさせていただいているところでありますので、ぜひ事業者の皆様にはこれらの取り組みを参考にしていただいて、取り組みを進めていただきたいというふうに思います。で、また、鈴木知事の方で、北海道として新北海道スタイルを徹底をお願いをしているところであります。感染拡大防止の取り組みをまとめました新北海道スタイル安心宣言ということを掲示していただくことも含めまして、新北海道スタイルの実践PR についてもご協力をお願いを申し上げます。続きまして、感染状況等につきましては以上の状況でございます。またこれからの市民の皆さん、事業者の皆さんへの行動のお願いということでありますが、特別定額給付金事業について現状の状況お話をさせていただきたいというふうに思います。
申請に必要な申請書につきましては、今週月曜日25日に、市内約97万世帯にすべて発送が終了をしたところであります。この申請書が送られた市民の皆さんからですね、返送していただいているわけでありますが、昨日現在で56万件の返送をいただいているところであります。順次給付に向けた手続きを進めておりまして、本日1回目の給付を行ったところでございます。今申し上げましたように、すでに60万件近い方からの申請返送をいただいているという状況であります。順次中身の確認をさせていただき、また振り込みの準備をするということで手続きを進めておりますけれども、多くの申請をいただいているという状況がありますので、給付に至るまでですね、しばらく少々のお時間をいただく状況になっておりますことをご理解をいただきたいというふうに思います。そしてこの申請書をですね、送りいただいているんですけれども、残念ながら添付されている資料がないということで、こうなりますと確認作業ができず、改めてそのご連絡をして確認をするという作業が出てございます。ご本人を確認できる書類ということと、それから振込の口座が分かる書類をコピーをして送っていただくということになっているんですけれども、残念ながらこの添付がですね、お忘れの方結構いらっしゃいまして、そうしますとより給付に時間がかかりますので、ぜひ今一度申請前に添付資料のお忘れがないかご確認をいただきたいというふうに思います。そしてご本人の確認資料なんですけれども、例えば免許証ですとかマイナンバーカードのように顔写真がついていないものをですね、そういうものを持っていないという方もいらっしゃると思います。健康保険証などですね、顔写真が必ずしもなくてもご本人のお名前等を確認できる書類ということでありますので、ぜひその辺をご確認の上返送をしていただきたいというふうに思います。そして今区役所等にですね、この直接お越しになる方いらっしゃいますけれども、窓口での申請受付、してございません。そういう意味では同封申請書に、お送りした申請書に同封されております返信用の封筒で必ず郵送で、返送をいただきたいと、このことを改めてお願いを申し上げたいというふうに思います。そして特別定額給付金の手続きにつきましては、お問い合わせセンターがございます。非常に電話がつながりづらいということのお話もいただいておりますが、受付の体制を強化をしております。そういう状況の中で、多くの方のお問い合わせに問い合わせにしっかりとお答えできるような体制も拡大をしてございますので、先ほど申し上げましたように各区役所等では給付金について取り扱っておりませんので、専用のお問い合わせセンターの方にお電話をいただいて、ご確認をいただき、そして申請書の返送につきましては、直接区役所等に持参をすることのなくですね、郵送での返送をお願いをしたいというふうを重ねてお願いを申し上げます。札幌市は引き続きこの新型コロナウイルスの感染防止、このことに全力を挙げて取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、また先ほど市民の皆様に新しい生活様式、こういう行動を取ってくださいというお願いをですね、周知徹底を図っていきたいと、さまざまな場面でお知らせをさせていただきたいというふうに思っておりますので、報道機関の皆様におかれましてもご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。私からは以上であります。